皆さんこんにちは。こんにちは。新大ハイプ経済科学部3年の流星です。同じく法学部1年小雪です。新大ハイプ農学部3年の麦です。同じく新大ハイプ農学部3年のゆいとです。新大ハイプとは、等身大で楽しくをモットーに学生、教員、職員が一緒に活動している PR グループです。今日は書道部さんにお邪魔して、サークル紹介を行っていきたいと思います。イエーイ。ここが、書道部さんの、活動場所の一つになっているところです。実際に、書道部さんが何をされているのか、そして、私たちが今回新刊の、体験のようなものをさせてもらうということになっているので、その様子をお届けしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。新大書道同好会は年に2回ほど展覧会を行っているんですけども、普段はその展覧会に向けての制作活動を行っている部活です。週に3回ほどで部員が30人ほどで活動しています。結構な人数規模でやられてるんですね。13。そうですね。基本的にはこう来たい時に来て来たいように書くっていうのをスタンスにやっています。展覧会の前と普段って活動頻度が変わった今はあまりしてないんですか？そうですね、展覧会前のこう追い込みの時期とかになると結構頻度高くてっていうふうに活動する人も多いです。今から2人には臨書っていうのをやってもらいます、はい、というふうに私の時代に書かれた石碑とか隣に置いて見ていただいて、その時代に書かれたもの、はい、の意図をこう汲み取りながら半紙に書いていくっていうのを、はい、このようないろいろ文字がたくさん書かれていて大丈夫、ここ多分カットだから入れるのにね、時間がかかりすぎて、プライベートさん使わないから大丈夫じゃあこの一番最初の方にします。これやろうよ。じゃあそう、すごい解読不能なので基準もわかんないよ。これそうなんですけど字の配置、リアクションが字の配置的にはどんな感じでやって、こんな感じでしょうね。どうこの右下のこれをちょっと書いてみようかなと思います。頑張ってください。臨書って書き方があって、はい、普通こう止めて引いて止めるなんですけど、臨書、うん、は最初こう頭を出さないように行って帰ってで、ここを流す。まずこれ3ですよね。3は任せてちょっと。そう。伝わります。おー、何まあ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 、うん、はいはい、止める。はい、負けました。これ3月希望っていうふうに書いてるんですかね。そうですね、確かに書けましたね。本当ですか？やった。君がダメ、春の野に入れて若菜摘む、我が衣でに雪は降りつつ。はい、このような文字をちょっと見よう今まで書いたんですけど、省く、省く、省略の省ですかね。これが形変わりに変わって、現在の省くという字があるってことですね。はい、だそうです。はい。楷書とかは結構経験はあったんですけど、このような文字書くときには、楷書とは全く違った、筆の入れ方と、あと普段この下にある、こんな丸い、
丸いものというものは多分楷書では書かないものだと思うのでちょっと難しかったんですけど、でも楷書とはまた違った面白さが多分見つけられるのかなと思うのですごい面白かったです。ありがとうございました。いいんじゃないでしょうか。こんな、おーすごい、おしゃ、すげえ、めっちゃ大胆にいく。かっこいい。すげえ。かっこいい。はい。やって。いや、大丈夫大丈夫大丈夫。頑張ってください。十。最後。いや、いい。かっこいい。かっこいい。おお、すごい。おお、はい、すごい。すごい。すげえ。いいね。書けました。ああ、白米です。じゃーん。ありがとうございます。おー、白米。無限大とか限りがないことっていう意味の二字熟語です。わかりました。わかりました。お、いやいやいや、すごい。おお。厳しい状態にあっても信念とか志を貫くっていう意味があります。楽しくおしゃべりをしながら、うん、この書道に向き合っています。なんかこう私たちの部活はうまく書くこととかあんまり関係なくって、うん、自分なりの表現をするとか書道を楽しんでやるっていうのを大事に活動しています。じゃあ割となんか書道ってイメージみんな黙々と静かに書くっていうイメージなんですけど、そういうわけじゃなくて結構和気あいあいとそうですね、はい、へえ。毎日は半々くらいで活動してます。学部とか偏ってたりします。学部も結構いろんなところから来ていて、石垣系よりは本当に全学部でバラバラにいるので、いろんな方が集まって書道を楽しんでるんですね、はい、作品を制作したものを見ていただける機会なので、この皆さんに楽しんでいただけるようにとか、こう自分たちが作品として発表するっていうことを見てもらえる嬉しさもあるので、そういうところを大切に作品制作に取り組んでいます。なるほど。書道はなんかこうあんまりやったことがないとハードルが高く思えてしまうんですけど、なんかやってみると意外と簡単だし楽しくできるので、なんか皆さんもよかったら書道をやってみてください。こんな私でもこんな文字が書けたので、皆さんも楽しめると思うので、ぜひ書道部に足を運んでみてください。
はい、というわけで、今回書道部さんに明るい、体験とあと書道部さんが実際に書いてる様子を見させてもらったんですけど、僕はもう本当に字が普段からすごく汚いので、いや書道はどうなんだろうなっていうふうに自信なかったんですけど、最初はすごい分かりやすくポイントとかも教えてくださったり、何よりたくさん褒めていただいて、すごく自分自身も楽しくやることができました、はい、この動画がいいと思った方は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また、新大ハイプでは YouTube 以外にも、Twitter や Instagram、SNS も各種動かしていますので、そちらのフォロー、いいねもぜひよろしくお願いします。お願いします。ではこれで今日の書道部さんのサークル紹介を終わりにします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。